ゴーマどもが暴れたせいで貿易は断ち切れてしまったが、漁を再開する者がぼちぼち増えてきとるんだよ。おじいさんも漁師なの？最近は貿易ばかりだったが、わしが子供の頃の自分には漁業の盛んな港だった。商船組合がボラードを牛耳っておったから、漁師は締め出されたようなものでね。貿易港にすることで町は発展したが、組合の連中をよく思っていないものも少なくなかったんだ。貿易も漁業も一緒にやればよかったのに。お金が絡むと途端に目の色が変わる人間というのは、いつの時代にもどこにもおって、分かっていながらそういう連中に煽られてしまうのも人間なんだよ。復興を機にみんなが考え直してくれればいいんだが、どうなることやら。 You know, something seems a little off. Should we go with this one? I think the juxtaposition it will work still. Okay, Coco, thanks for coming out. And you thought that velvet was cold. Yes, he is barefoot. Oh, there's a